パワプロ2023で栄冠ナインします。 E ベースボールパワフルプロ野球2020ではプレイしていましたが、こちらは初めてなので、データが初めから弱小高校からスタートです。なのである程度の流れは分かりますが、強くする方法はそこまで分かっていません。ですが、できるなら強くしていきたいですね。遊びたい年代が選べるので、どこからスタートしようか、これで多少違うかもしれないと思ったので考えました。すごい星がいる年代が良いと思い、古田敦也選手を入学させて弱小高校を抜け出したい。1981年が古田さん高校1年生だったと思うので、この年からスタート。都道府県も合わせた方がいいのかまでは分かってないですが、一応兵庫県に合わせて。新入部員で出てきてくれればいいですが、まずは池山さんが出てきました。池山さんも同い年なんですね。なので出てくるまでやり直しましょう。その後何回かやり直したらすぐ出てきてくれました。スタートが肝心だと思うので、おんぶに抱っこです。他の選手はそんなにいい能力の人はいなさそうです。天才がいたらよかったかもしれないですね。あまり長々とした動画にしたくないので、カットを多めにしていきます。では行きましょう。強豪校になる戦いへ。総合戦力はかなり低いランク。もちろん最初なので弱小高校という評価です。選手個人の能力ですが、まずはピッチャーが4人。一番能力が高いのは2年生の堀井。伸びが B、 打球反応が丸、球速、コントロール、スタミナの総合力も一番マシでした。結果を出して新入生のスカウトを頑張りたいけど、さすがにすぐは無理かな。野手の方は新入生の古田が軸になっていくというか、他の選手がやっぱり良くないですが、打撃練習ばかりさせていればヒットは打てるのではないかなと思います。弾道も低い選手がちらほらいるので、弾道が1の選手を2にしつつ、ミート力も上げていく作戦にしてみます。攻略に関してはあまり気にしておりません。あるとしても検索はしていないので、自分らしくプレーをすることを心がけますね。スゴロクのように何マス進めるかの数字が書いてあるカードがあり、練習内容もいろいろカードの中に書いてあるので、それによって上がる能力もそれに合わせたものが上がるという感じだったと思います。赤は悪いこと、青は良いこと、黄色は練習効果がアップ、緑は回復のマス、あとは特殊なスキルを覚えたり、スカウトや OB がいるマス、丸い星、3つの道筋に分かれ、好きなところに行けるものなどがあったと記憶しています。あとは数字が大きいほど効果も上がると記憶しているので、前のターンの時に練習の効率が上がるイベントが起きた時に大きなものを選ぶなどの行動を以前のプレイでやっていました。では5月まで進めてみますね。栄冠9をプレイしたことない方にも向けて、こんな感じというのをお伝えできればと思います。さて、バットとボールのマスがありますが、止まりましょう。何かスキルが習得できるかもしれないので、結構意識して止まってました。いろいろ特殊能力がありますが、習得する難しさが違います。なるべく使えそうなものが良いと思いますが、チャンスメーカーにしようかな。あ、ダメでした。でも練習効率が上がっていますので、なるべく数字の大きいものを選んでいこう。
ということで4月が終了。こんな感じで進めていきます。少しだけ育成をしただけなので、全然成長していないと思います。でも効果は実感したいところですね。全員見比べるのは大変なので、古田さんだけ比べてみますか。施設なども含めて何もかもレベルが低いので効果はあまりないと思いますが、成長していればいいな。ちなみにこれは入学したばかりの古田さん。こちら、5月の古田さん。何にも変わっていませんでした。仕方ないです。最初ですから。同じように練習をさせ、6月。ようやくちょっとずつ成長し始めます。2から3程度ですが増えました。試合に勝つほど能力が上がった記憶があるので、なるべく勝ちたいですが、厳しいかな。相変わらず、ピッチャーは球速や制球力アップの練習、野手はミートアップを中心に行い、6月を走ります。夏には甲子園に行くための戦いが待っているので、そこまで育てる生活です。そしていよいよ抽選会、大会間近です。パパッと進めているのでコメントが流れるスピードが速いのはご了承ください。ちょっとさすがにプレイしている自分も見逃したので、ログを遡ると、伊丹電工高校、前評判は B、 あ、終わった。告知スタート時には E ランクでしたから、ここまでの能力アップはあまりありません。毎月ミート力が2つずつ増えていく程度、ピッチャーは球速が6キロ増えていたりするので、能力が低い部分は増えるペースが高いですが、どちらにしても評価 B には勝てる見込みがないかな。これから球児たちの夢舞台が幕を開けます。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。一塁側パワフル、三塁側伊丹、一球一瞬にかける夏が今始まろうとしています。ツーアウトランナー一塁という場面で、バッターは1年生古田、マウンド上ピッチャーは大村。第9投げました、見送ってボール。第2球打ちました。第3球はストライク。第4球を投げました、打った。杉浦ボールを取る、杉浦そのままベースを踏んでアウト。4回の裏、パワフル攻撃に入ります。トップバッターは古田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ボール。第2球ボール。第3球を投げました、外れた。ボール。次は4球目、投げました、インコース外れてフォアボール。パワフル同点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で、バッターは1年生平松、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第9ストライク、思い切って振っていきました。第2球投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、決まってストライク、バッター追い込まれました。追い込んでから第4球を打った、藤田掴んだ、サードから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。
さあ思考を研ぎ澄ませていきます。投げた、見送ってボール。第2球、投げた、打った、引っ張った、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。パワフル正解。パワフル追加点は与えたくないところ。ツーアウトランナー二塁という場面でバッターは2年生小山、マウンド上は佐藤。第9投げた、ボール。第2球、インハイ見送ってストライク。第3球、ボール、低め。二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。投げました、外れた、ボール。さあ5球目、ストレート、外れた、フォアボール。バッターはピッチャー大村。佐藤降板。第9投げました、ツーシームはボール。投げました、渾身のストレート、空振り。第3球、直球空振り、少し意識しすぎたか。第4球を投げました、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。5回、パワフル、ここは踏ん張りどころ。ノーアウトランナー2塁という場面でバッターは2年生須田、投げました、見送ってボール。打ちました、ショートバウンド取った、斉藤軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナー。打ちました、打ちました、これは内野ゴロ、アウト。これでツーアウト。レフトへ上がった、レフト下がった、ヒットを藤田、三塁回った、伊丹1点入りました、3対0。田尻タイムリーツーベース、パワフルな。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。ここまで宮、打ちました、これはピッチャー正面、アウト、スリーアウトチェンジ。6回、パワフル追う点。マシンで捉えた、松屋取りました、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、パワフル。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。ラストミート、ライナー破った、中継、高田ナイスバッティングです。発案、ツーアウトランナー一塁二塁となりまして、渡部今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。今日2本のヒット、代打は鈴木。さあここは精密機械ばりのバットコントロールを発揮するか。内角ボール球打った、取って、これで3アウトチェンジ。パン、痛みで。さあ持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。初球打ち流した、左
きました。打球はショートの右、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。パワフル。さあ、お祭り男の本領を発揮する。三振、ツーアウトラン。一塁ランナー一気に三塁へ、井上三塁でストーキラッ。あーっとキャッチャー取れない。須田今拾った。ツーアウトランナー二塁三塁に変わります。第4球は打った、ファール。第5球投げた、見送ってストライク。第6球を投げた、直球。9回の裏、3点を追いかけます。パワフル攻撃に入ります。この回の先頭バッターは滝口。今日はここまで3打数2安打。アウトコース低め、ストレートは外れてボール。第2球投げた、打ちました。右中間へのフライですが、田尻掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2年生高田。今日はここまで3打数1安打。バッターは代打長谷川。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮してほしい。ストレートはボール。第2球投げた、外角高め、直球は外れてボール。投げた、打ちました。ショートバウンド、ボールを掴んだ。木村うまくさばいています。ここは意地を見せてほしい。打順はトップに帰って渡部。スタンドからは必死の声援が続いています。第1球投げました、インサイドストライク。タイミング合いません。第2球このボールも空振り。なんとか意地を見せてほしいところです。第3球を投げました、打った、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げました、外のボール球打った、セカンド左へのゴロ、一塁送球、アウト。試合終了。パワフル初戦で敗れてしまいました。大村見事な完封勝利。残念ながら1回戦で敗れました。ということで、残念ながら0対3で敗れ、初戦敗退、あっさり。1年生古田の夏が終わりました。評価が B の高校に点差が開かなかったので、よく頑張ったと思います。今回は久しぶりのパワプロ栄冠9でのプレイということと、プレイしたことがない方にも向けて大体の流れをお送りした形にしました。次回からはもっと早くパパッと進めますので、よろしくお願いします。こちらの高校の評価を B から A くらいまでにはしたいですね。あとは好きな選手を入学させたり、性格が天才の選手だったり、もっとパラメータが良い新入生を探したり、いろいろやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。